はい、JJ の部屋、川上俊二でございます。はい、そしてこちらが。酒井洋子でございます。はい、どうも。ちょっと会いたいだよね。あ、きましたね。いつだっけ、前回あったの。前回はカーステイさん。うん、二週間前。三週間前ぐらいか。三週間ぐらいですかね。そうだよね。雨降ってましたね。そうだね。どう、その後コロナの中だけど。まあ、なかなか外出ができなくて、ちょっと。ゴートゥは。ゴートゥ使ってないです。あ、東京。東京なんで、ちょっと。まあ、そうだよね。そうだよな。 ななかなか行くって言ってて言も行きにくいしな、はい、行けづらいですね寂、ね、しいですけどね、うん、俺も全然行ってないんだけど、はい、で今日のトピックスはね、はい、えっとファッションの話なんだけどえー、っとね俺おじさんになったら、はい、っていうかもうおじさんなんだけど <laughs> おじさんになったら昔からね、はい、うんと上下揃えて着たいと思ってるものが2つあるんだよ。 お上下を揃えてきたらおじさんとしてすごい素敵だなと思ってるい,い,い,このいつか買いたいと思ってるのが 2, 2個あるのね一、はい、つはコムデ・ギャルソンの黒のボックス型ジャケットとパンツの上下っていうのを買ってきてみたい<ー>おじさんになったら、はい、もう一個はえー、とエビスジーンズのジージャンとジーンズをお揃い上下揃えて着たいっていうあ<ー>この2個をね実現したいなと思ってたのよ、はい、そしたらこの間ある日代官、うん、山でミーティングした後 時間があったたで恵比寿ジーンズによりました、はい、あそしたらあ、まあ、店員の素敵なダンディーなおじさんがついてきてくれて「実は今えっと、恵比寿30周年なんで<お>全品30%オフなんです」って言われて「すごいじゃないですか」え「定番もですか?」って言ったら「てもう店内全部です」って言われて「<laughs> えー、あ本当？じゃあ買っちゃおうかな」って言っていきなり衝動会でジーンズ「ジーンズとジージャン上下をさ買っちゃったんだよ」買っちゃったんですか？奮発して。 さすがに真夏熱射日の中 G ジャン着てたら着てないんだけどね1個この間買って揃いを実現するんだからあとはコムデギャルソンだけそれちょっと近々実現したいなと今日何でファッションの話したかというと今日ファッションテックの最前面にいるゲームチェンジャーのベンチャースタジオに来てもらったこのつなぎ上上手手ででしょすゲーームチェンジャのファッション入ってファッション入るからそう。 今日ね、すごい面白い話聞けると思うファッション好きでしょ大好きです。だよね、興味あると思うんだよね。はい、だからちょっとね、これからのファッション業界を引っ張ってくれるような可能性を。見てる社長だから、うん、ちょっと楽しみに。じっくりお話を上げていきましょう。うん、じゃあ、読みますか。はい、はい、えっ、ー、と、今日の代表は、えっ、ー、と、株式会社グッドバイボンリーの。野田代表に来ていただきました。はい、どうぞ。よろしくお願いします。はい、最初のハードルぐいぐい上げて。<laughs> グッド いい紹介ありがとうございます。いや <laughs> いや、実はねまだあって23回目なんだよ。1回目もうウェブだけでそそううななんんですだよピッチイベントに最近出られて僕コメンテーターをその時たまたまやっていてその話がとっても面白くてねこれは面白いと思ってちょっと直接連絡をさせてもらってそこから連絡を取り合うようになって今日で2回目なんですね対面で会うのはざっくりいくからだから。

結構いける口だってめちゃめちゃいけますねば九州男児なのであそう当に。はいじゃあまあ早速ねまず見てる人の中でグッドバイブストーリーって何ぞやという人が多分いらっしゃるからまずグッドバイブストリー会社のことだったりサービスのことをまず野田さんの方からちょっとお話もらっていいですかわかりましたえっとちの会社は主にファッションのアパレル DX っていう文脈で授業をやっております具体的にいくと 今までのこうファッション業界ってやっぱりこうものをめちゃめちゃ多く作ってでそれでえ販売をしてで結果的に売れ残ってセールやって燃やされてしまうみたいなまあ環境破壊につながってたりとかまあそういった課題を解決しようと思って作ったのがこの会社になってますで具体的にはあの CG とか AI を使ってあの例えばサンプル自体を商品のサンプル自体を CG 化してえ極力無駄なものを、えー 作らないみたいな考え方のもと、はいえー、CG サンプルみたいなものを作りその CG サンプルのまま、えー、SNS 上へ投稿しでその投稿されたものでお客様が、えー、かわいいかわいくないみたいなジャッジをしていただくとかう、まあ、そういった、えー、ことをやっていまして、はいでまあ、そういったところでこう、えー、無駄なものを作らないいわゆるファッションの生産分野、えー、企画から生産までの省流を、えー、全てこう、えー、無駄なも今までやっぱり無駄なものがかなり多かったのでそこをこうなくしていこうという文脈でスタートして したのがえー、この会社になってますそこからやっぱりあの、えー、今後、えー、アパレルの EC とか、えー、ウェブサイトっていうところがどん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 主流になっていく中で、まあ、今回ちょうど、あのーまあ、5月,あまあ4月、えー、2月ぐらいからです、ね、コロナの状況でやっぱりこうリアル店舗の、えー、集客がめちゃめちゃ落ち込んで実際に潰れるブランドもやっぱりどんどん出てきたと、えー、でそこからやっぱ、えー、EC 化率がどんどん高まっていく中でやっぱりこう EC サイトで洋服を買う課題ってやっぱそこもめちゃめちゃあると思うんですね。えー そこも CG 試着っていうところで解決ができないのかっていうところで、えー、今授業をスタートしているという感じです。うん、なるほど。はい。まあその CG 試着って逆にな、まあどんなもんなのかっていうところは、はい、あのちょっと今回動画準備してきたので、うん、あのぜひちょっとご覧いただければなと思います。オッケー。はい。ちょっと今一回流してみたんだけどね。ささそう、ごめん。なさい見てなかった。<laughs> そ,うそうそうそう。ちょっともう一回見ましょう。そうね、通信がいまいちだったんで。あ、そうなんです、ね。もう一回流しましょうね。 待ってくださいね。よよ。これなかなか難しいんだよ一人で作業しながら一人で食べるっていうのがなかなか難しいんだよ <laughs> 頑ってくださいそうちょっと待ってね <laughs> っはいえっ、ー、とよよよお酒作ってるだけ <laughs> あそう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 出ました、ね。出てるあ,今、ね、あ出てますねあちょっと待ってね大画面にしたんだけどね、うん、あ出たね,来たねうんすて 今日は通信がい、ねね、これすごいよね、まあ、これがバーチャル CG 試着でしょ、まあ、そうです、まあ、ここが一,一,一人一アバターみたいなイメージで、うん、やっぱりその人間の、まあ、みんなのこう体型って人それぞれあると思うので、うん、その自分の体型に合わせて商品をまあ試着できる、うん、CG 上で合成をかけると、うん、でこういった形で今あの人間が動いている。 動きをしっかりとこう加えて本当の人間が来た時に人間の動きを加えた時にその生地がどう動くのかみたいなところまでシミュレーションをかけています。であとはこの、えー ずれてますす大丈夫ですかね。一応、そのやっぱり試着とえ自分のこう顔の雰囲気ってめちゃめちゃ大事だなと思うのでえとまあ最終的にはその先ほどのアバターにですね自分の顔をシミュレーションをかけて自分の顔と自分の体型とえその洋服がどうなのかみたいなところをえ最終的に確認ができるツールとしてえ今、開発を進めているという段階です。 なのでやっぱりこう EC の課題解決というところはいろいろ ZOZO スーツさんであったりとかまあ AR のこうまあシミュレーション技術みたいなところはいろいろあったとは思うんですけれども一応我々の強みとしては本当に生産の一番最初の段階からえ入っていくのでえと極端な話例えばできたものをシミュレーションかけてもどうしても人間の動きが加えられなかったりとか若干ズレが出てきたりとかすると思うんですね。それは我々その生産のいわゆる アパレルの、えー、パターンって呼ばれる設計図があるんですけれども<ん>その設計図のところから、えー、しっかりとこう DX 化 CG 化させていくので、うん、人間に試着した時に1ミリのズレもなくなってくる<ー>本当に人間が着たイメージをそのまま再現することができるので、うん、あのいわゆるクオ,クオリティの部分ですねそこでやっぱ差をつけることができているっていうのが今この CG の強みかなとは思っていますねなるほどねはい、はい、まあその CG の強みもね一つ大きな、はい 特徴ではあるんだけどいくつかその、えっと、他に類を見ないというかとても画期的なものがあるなと思っていて、はい、また、あまあ、もう一つはその販売予測をかけてくるところみたいなところもあるじゃないていうのはどういうふうういふにやってるの、はい、あそうですねあのここがあの僕も201516年ぐらいですかね、うん、にいろいろこうアパレルのブランドの立ち上げっていうところでいろんなブランドを作ってきたんですけれども。うん やっぱりその中でブランドが大きくなればなるほど在庫のリスクってどうしても出てきてしまうでここも今までは社長さんや事業責任者の方が商品を見てこれ何枚売れるから300枚400枚500枚みたいなそういった発注の付け方をよくするんですね500枚作って初動で売れなかったらスタッフどうなってんだみたいなそういうくだりをずっと見てきてそれってなんか。 僕が決めるの、まあ、もしくはそ,のそういう本社の人間が決めるのっておかしいんじゃないかと思って考え方の視点を変えて今これだけ SNS が普及していく中でおお客様にに決めてもらおうっていうい考え方が根本にありますで具体的にどういうことかというと SNS に投稿さえすればそれに対してアクションが起きるじゃないですか。いいねややコメントや、えー まあそれこそそこからどういうふうに移管したのかプロフィールを見たとかいろんな数値が見れると思うんですね。うん、その数値をもとにお客様の反応率をもとにこのアイテムが何点売れるかのえ受注予測みたいなやつをえロジックを組み立ててえーやってみたんですね。でそうするとめちゃくちゃ面白いのがえ今うち6ブランドほど運営してるんですけれどもえそのブランドで SNS で投稿され えー、その反応率をもとに発注した在庫の消化率っていうのは90%今超えていて素晴らしい、ねはい、ってことはやっぱりその、えー、僕らが200枚とか300枚って感覚で決めてるものをちゃんと数値に基づいて決めていく、うん、それも前年比の実績とかではなくて、うん、アパレルってこんだけトレンドが早く循環していく中で、うん、前年比実績をもとにこれを発注するってちょっとナンセンスだな、うん、なるほどね今どれぐらい需要があるのか今までそうだったんだよ。そそうですいや僕<ー>逆にそのアパ 呼ばれる業界がある意味こう。深くないというかド素人だったからこそ、あの気づけた視点だったのかなっていう。だから、僕らのブランドって前年比実績もなければなければっていうか、参考にあんまりしなくてな。 MD って言われるこう構成とかも全然決めないんですね、はい、純粋にやりたいものをやってそれがどれぐらい売れるのかの予測を立て、うん、であとはこれだけものが溢れている時代の中でじゃボトムは別に他のブランドさんでもいいんじゃない、うん、このトップスが欲しいんだったらそのトップスに合うボトムをどういうものなのかをこうお客様にもどんどんヒアリングしていくみたいな感覚なので、うんうん、なんか今までのブランドってこう1対不特定多数に1 なんか一方配信してるイメージなんですけど僕はどちらかというとワンオンワンでどれだけコミュニケーションを取れるのかみたいなここがやっぱり D2C の本質でありあのブランド価値につながってくるかなと思っているのでそういったところを今力入れてるって感じですね。でまあ,あとはその極論なんですけど SNS で投稿する画像も本物である必要がないというか今あのちょっと画像とかも後ほど準備してるんですけども、あの。ー SNS で投稿される画像も本物のサンプルを着て撮影する必要がなくて CG の状態のまま人間合成かけることもできますので極論私たちが今やってることは1枚のサンプルも上げることなくウェブ上で販売ができているっていうところでえまあビジネス的な話をするともそのキャッシュのキャッシュコンバージョンサイクルをめちゃめちゃマイナスに倒すこともできますしえ無駄なサンプルを上げることなく販売まで行くことができるのでまあそういった視点では。あのー まあ今までのアパレル業界ではできなかったというかなかなかちょっとハードルが高かったことをそこをちょっとやることで無駄な先ほどの文脈の一番最初の無駄な在庫というところをなくせるんじゃないかというところで作ったこの会社になりますね僕ねだから改めてサイトをさ、はいえー、拝見させてもらって、はい、まあプレゼン聞いた時もそうだったんだけど、うん、その2つの側面ですごい革新的だって思ったのね。まあ、1つはその 彼のプレゼン資料にも入ってるんだけど、えー、と医療って約半数が全部燃やされてるのよ。うん、それはすごい,量で,す、ね、すごいでしょそれって。約半数が燃やされてるんだよ <laughs> 何の意味もなく。だその業界のがずっと続いてきているっていうのは、うん、改めてそうやって書かれるとまずすごく衝撃的な数なわけさ。はい、で 今回、それをね、今回、野田さんのところがさ、やることで、その在庫を、限りなく、しっかりと売り切り型のモデルに切り替えて、そういうふうにエコロジーだったりとかの視点で、そういう無駄な環境破壊みたいなことをなくすってう、一つ、社会的意義の側面が大きかった、もう一個は、さっき言ったビジネスサイクル、ビジネスゲームチェンジみたいな話があって。 すごく、えーまあ、D2C が今流行ってきてるんですけ、ねはい あのなので、限りなくその今までってでかい大きなブランドが大量に作って大量消費かけてセールの再セールをかけてできるだけ消化して後と燃やすっていうパターンだったと思うんだけど、えっと、もっと早く、うん、かつあんまり資金とかがない人たちも自分の作りたい服だったりとか世の中に浸透させたいブランドみたいなものを作れるようなそのエコシステムというかファッションの新しい事業モデルっていうのかな、えー、みたいなのを。 かなと今回はすごい思ってて両面のねこのすごい革新的なスタイルがすごい入ってると思っててそれで僕感動してるのよすごいありがとうございますめちゃめちゃいいつなぎですごいめちゃめちゃいいつなぎで実は本当にその側面が強くてこれだけブランドを立ち上げやすくなった今までってブランドを作ることってめちゃめちゃハードルが高いことだったんですけど今って本当に。 まあ私が本当全職で立ち上げたブランドなんて一、ショップ店員の子がえインスタを始めてそこでフォロワーが増えてブランドをやった、まあ、それが2015、2016年の話なんですけどで今でこそブランドもう4期目、5期目でも何十億ってブランドまでなってそういう,なんかこう今まで絶対できなかったことができるようになったそれが SNS のチャンネルの普及とかただ、やっぱりその反面あのアパレルの難しさ、生産の難しさっていうところはいずれも変わらなかった。ええ なのでやっぱりそういった意味でブランドが立ち上げやすくなったものの生産とか今までのアパレルの,その物流回りって何の改善もできていなかったのでそのままやってしまうと本当に立ち上げたもののすぐその生産の課題にぶつかったりとかミニマムの在庫の設定なんか発注のえ無駄な在庫を作っちゃったりとか,なんかそういったやっぱりこう えー、リスクもやっぱりどうしても伴うので、うん、なんかそこをやっぱり解決した上で誰もがブランドを立ち上げやすい環境を作れないか、うん、で今後、多分ブランドは個人レベルでどん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 ん増えていくので、うん、なんかそこをもっと根本から改善しておかないとこういった子たちがブラン夢を持ってブランドを立ち上げたときに、うん、本当に在庫によって失敗して潰れるブランドってめちゃめちゃあるじゃないですか、うん、それをもう先になくしちゃいたい、うん、それでやりたいものをやれる環境を作るっていうのがまず一つ目と。うん、でその中で なんか今ってこう世の中のアパレルがこういろんな店舗多分回られると思うんですけど似てません？いろんな服がな似てるんだよやっぱりっぱ女子もそうなの似てるの似てますよね。特にもう今年の流行色とか、うん、この形ペプラムが流行ってますとかなんかこうなるとどこもやっぱり。 どんなこう色合いのブランドでもそれを置いちゃうんですよねメンズの方がもっとひそうだった <laughs> メンズの売り場は全部見ると紺と白とグレーと茶しかないんだから確かにそういう色ありますね <laughs> あんまりこう,あの、ね、こう,うの全部形一緒だから色の、はい、ブルーとか珍しいですよねだか,だからやっぱこういう年だからさ、はい、そういう服を選ぶの大変よねあんまないじゃない,はい、はい、うん。だからもっと作ってほしいんだけどそう,、ね、だからそういったところでやっぱりその。 こう挑戦できるその。 スームっって今までなかたんうちのデザイナーもそうなんですけど商品を上げた時に私はこういうものをやりたいんだけど売れるものはこっちだよねっていう視点にどうしてもなっちゃうんですねでもそれは別に悪いことではなくて正しいことなんですけどでもそこによっちゃうと結局どこのブランドも同じようなものを出して結果店舗に並んだ時に隣の店舗も同じようなものを出してみたいなことが起きちゃうとそういった意味ではやっぱりもっと閉鎖的なというか あのエッチを利かせたものが今どんどんやっぱり売れてきてるというかあのちょっとデザイン性が他にはないとかなんかやっぱそういった視点を作り上げるためにもあのまあ無駄えなんんて言えばいいんですかねデザイナーがやりたいものをやれる環境っていうのはやっぱもっと作ってあげるべきじゃないかとなのでやっぱり1枚作るのにサンプルってパターン代とかサンプル代とか含めるとやっぱり56万かかっちゃったりするんですね。はい でやっぱここが、えー、生産管理の方がいやそんなものを作っても駄目だよっていうこれが今までデザイナーがやりたいものをできなかった根本の課題だったりするんですよ。それを,じゃあを使うことで本当にやりたいものをやりたい放題できる環境ができる本物を作る必要がないのでお金が極論原価がかかってこないので。 そうするとデザイナーが本当にやりたかったものをアウトプットした時に絶対少数ですけど受け入れる人が絶対出てくるこの人たちだけでいいと思っていてうん、うん、今これからのブランド展開ってます、うん、のブランドは確かにますはやってくださいただえ今後やっぱりえ本当に1対 1D2C の本質ってやっぱりそこのえなんかこのデザインだから好きみたいな,なんかそういった視点がやっぱ重要だなと思ったので。 ここでもやっぱ CG っていうのが生かされてくるっていうめちゃくちゃ先ほどいいつなぎしていただいたいう離れしてったりきますでもねそうだから自分の中でそれを俺今、はい、マイクロブランドっていうふうに勝手に呼んでんだけどんなんかそういうマイクロブランドのスタイルだからほら。 えとなんか最近ものづくりがすごく身近になってきたじゃない、はいまあ、3D プリンターの話も含めて、はいす,ね、すげえハードウェア出すとかさもの、はい、作って出すなんてめちゃめちゃメーカー以外遠いものだったのがぐん <laughs> <に>と近づいてるじゃないでそ,で、ね、それがなんかえっ、ー、とグッドバイブの野田さんの,の話聞いてて、はい、あアパレルもそうなってきてるんだっていうふうにまあすごいまず思ったんでそうなってくるとあ俺こういう服作って俺なんかこういうふうにね、まあ、例えばミドル世代だったら色合いの あのバ,ライバリエーションみたいなのを探してもいくらもないからはい、はい、そ例えば自分でやりたいなとか多分洋子なんかも、ね、なんか自分でこういうのがあるとすごいいいのにと思うことがあるから、はい、やろうと思ったらできないことはない環境がすぐそばまで来たなっていう感じはすごいするんだよね。はいはいはい なんかそこのやっぱブランドの在り方っていうところもやっぱり結構変わってきてるなと思っていて先ほど、それこそ洋子さんがやりたいあ欲しい服をこうブランド側が提案していくような仕組みも今、結構我々のブランドでは結構実践をしていてあのどちらかというと。 我々この、えー、例えば A っていうブランドでどうやってこう見せてたものを、うん、こうもっとお客様を巻き込んで、うん、どういうものが欲しいですか、うん、どういうとこだったら来ますかとかっていう,うそのいろんな意見をみんなで集めてそれで一つのものを作っていく、うん、それをブランドとしてちゃんと世界観を重視しあの担保しながら提案をしていくことでこうファン化させていくっていうその今までのこうブランドのあり方ってやっぱ結構変わってきてるなところでいの。 モノチェックで大きく差別化が図れない以上、やっぱりそういった、えー、お客様を巻き込んだ施策、えー、とか、うんえー、ブランドのあり方っていうのは結構重要だなって、ちょうど今感じ、感じてるというか、結構やってきているな、うん、と思ね,ね。今、グッドバイブスオーリーさんで、はい、ブランドは何ブランド作ったの今、6ブランドを作ってます、1個だけメンズがあります。 かその本当まあ、レディースの5ブランドとかも、うん、まあ基本的にこうインフルエンサーの方がディレクションというか、うん、プロデューサーとして入った、うんえー、ブランド展開をしているんですけれども、うん、やっぱりそこも。あのー まあ、101っていうか、うん、本当に1対1の考え方で僕らブランド展開をしているので、うん、あの今までこうライブコマースってこうなんかどんどん中国とか、うん、韓国とかコスメとか,なんかそういったところでめちゃめちゃ伸びてるイメージがあって、うんうん、で日本でライブコマースってめちゃくちゃ伸びてるところってなんかいろいろあると思うんですけど、うん、どうしてもやっぱり規模がちっちゃかったう,まあそうだねイメージが僕も本当あったんですね。うんうんうん でインスタライブとかもいろいろ1対不特定多数配信でライブでこう紹介していくこれもやっぱりお客様としては分かりやすいし買いやすいんですけれどもなんかあんまりこうしっくりきてなくて、うん、なんかもっと視点を変えてあの1対1でやってみたらどうかなってこう考えた時があったんですねそれで、うん、インフルエンサーの子がこうオンライン接客っていう形で1対1でこう募集をかけたんですでそうすると 30分スパンでこう1日こうバーっと日程組んでたんですけど1分とかで全部埋まっちゃって<ー>、はい、でそれであのその子がそのディレクターの子が<ー>え30分ごとこう 1, 1対1で接客するんですけれども、うんうん、びっくりしたのが1日で本当に100万とか売っちゃうんですすごいねウェブのやっぱ客単価とかが今までこう1万2万だったのをオンライン接客でやることで4万5万とかまで引き上がっちゃうんですよ、うん、そうういっったやっぱりなんかこう ライブコマースじゃないですけどこうオンライン上の接客っていうスキームもやっぱり今結構需要があるのかなとこう勝手に思っていてで今こうやっぱ店舗がなかなか苦しかったりとかしんどい時期でこう優秀なアパレルのショップ店員さんとかもやっぱりこうえ転職せざるを得なかったりとかまあそういう環境がある中でなんか今我々の方で立ち上げてるのもそういったえ接客のこうプロ集団じゃないですかいいはいそういったえ妊娠してこうお仕事が できなくなくったシフトでお仕事ができなくなった方たちも家で接客をできるスキームを作っちゃってで売り上げに対して何パーセント還元していきますよみたいな新しい仕事の在り方みたいな,なんかそういったところも今ちょうど着手したところでなで1対不特定さ通というよりも1対1でどれだけこうブランドとつながれるかみたいな視点はかなり重要にしているところですね。ななるるほど、ねはい、なんか今のの話も聞いてるとその まあ、コロナ禍に入ってさグッドバイブ・ソンリーにとって、はい、コロナっていろいろ大変なこともあったんだと思うんだけど全体的な流れが当たると、はい、コロナは多分新しいその商品選びだったりとか、はい、商品作り、うんえー、みたいなのの方向で考えれば、はい、長期的に考えれば、はい、すごいプラスだったんじゃないかなと思うんだけど僕らは、かえと、まあこの中でまあ 失礼な言葉にならなければいいんですけど、うん、めちゃめちゃ追い風で、うん、あのコロナだからこうできるコロナだからこうできるがやっぱりどん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 できてきているなと思うので、うん、会社全体の売り上げとしても倍も々でどんどん伸びていってアパレルが不況不況ってものが消費できないってなってるタイミングっていうか時期の中でやっぱりどんどん売り上げが、うん、じゃあもう絶好調だから飲ん<う> <laughs> でもらうねはい <laughs> しっかり飲んですべてさらけ出してもらうことです <laughs> <laughs> そうですね、うん、本当にこう、なんかやっぱり、マーケットはやっぱりしっかりとあるので、そう,ね、そういった意味でこう、ブランド側がやっぱりどれだけお客様の課題を解決できるのか、でこうっていうところはやっぱりかなり重要だなっていうか、まあ感じてね、なんかね、そう、少しシビアなトーンの話し方をするとさ、うんはい、なんか、えっ、ー、と大、結構好きなブランドのブルックス・ブラザーズが倒れたじゃないはい、はいはいはい で多分女子だと言うと、たぶん、昔、通り過ぎてるのは、セシル・マクビーとかが倒れたりするでしょ、そういうニュースを見てて、また、そのグッドバイブ・ソンリーのファッションの作り方を聞いてると、まさにこのゲームチェンジだったなと、それ別に多分コロナなかったら、多分そういうニーズはもちろんあったと思うけど、こんなにスピーディーに。 うんとまあ、大手の大きな船がね、はいはい、沈んじゃったりすることもなかったと思うし、強制的にその、えっと、なかなかそう外に出ないからファッションの流通の量も下がるけど、はいはい、要はものをそう大量に買うことはなくなるけど、うん、好きなものだけを買っていくことになっていく中で、そういうゲームチェンジを、まあ、コロナが、うんまあ、切り替えを強制的にやっているところもあるなって、はいまあ、感じてたからね、はい、なんかさっきの,その接客の話もそうなんだけど、はいあの まさに新しいそのコロナの次のアフターコロナの時のファッションの売り方作り方の一つのまあ他の会社にもいい参考なんじゃないかなとすごい思って見てるんだけどそうですねでも本当にコロナでやっぱアパレルすごい改善を余儀なくされたっていうところはやっぱあると思いますねでやっぱりこう店舗型のビジネスがから先にどん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 やっぱり あの弱くなってきていくっていうところで店舗の新しい在り方っていうところが、うん、多分ここってこう AR とかそっち系の領域も多分どん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 普及していく中で、うん、こうバーチャルっていう在り方が本当に求められてきた、うん、ですし逆にその位置、まあ、仕掛けてる側とまあ、うん、それをサービスとして受ける側の視点でもやっぱりなんかそういう。 新しい視点を取り入れていかざるるななくズームのリモートでの仕事もそうですしうん、うん、やっぱりこうなんかそういう我々としてはかなり追い風ではあったんですけれどもただも,もっとやっぱり深いところでいくとこう店舗の在り方っていうのはもうもっと考え直していくべきかなと思っていてうん,、うん、なんか店舗を売る場所ではなくて、うん、こう体験できる場所っていう視点にやっぱり変えていかないといけないですし売るっていう視点なだからこそ 店舗が売れなくなななくくったら潰すすしかなくなるんですけどそれはあくまで体験する場所として定義をしていけばなんかそこはやっぱりこう生きていくのかなと思っているのでこう店舗のこう使い方というかそこはやっぱり。 考ええ方を変てだか、ね、か今日本は急激にそれを一生懸命急に語り始めてるじゃない、はい、だからデジタルまあねあの、はい、グッドバイブ・ソンリーのホームページでもデジタルトランスフォーメーションのキーワードを出してるけど、はい、まあデジタルトランスフォーメーションの、まあ、言葉にの流れで、まあ、OMO があって中国も OMO、まあ、メッカだけどうーんまあ日本は O2O から脱出してできない話だったりとか。はいはい あまあ、かなりね後発的なノリにまあなってるじゃない、はいはい、だから最近や,やっとさどこかの社長とかも「っ、えー、と占いお店」はいはい、えって言い方をしたりとかさ、はい、はいはいはい、えうやこれを機にまあ言葉を変え始めてるというかなう言い方を変え始めてる、えー、っていうのが、まあ、急にスピードが上がったんだけどはい。はい、けど、はい、僕もだから多分この後ってその店舗価値っていうかね、うん、そのリアル価値の、はい 体感の仕方っていうのは変わってくるじゃない、はいはい、単なるものをっ、ね、売っていくと場所ではなくて、はいはい、一つのその えっと選択をする流れの中での一つの勝ポイントであってより、えっと、体感度体験度うん、うん、印象度をた、うん、高め合う場所がリアルにあるっていうただそれだけの話だと思うので、はいはい、多分それにだいぶシフトしていく、ね、そうですねもうそうでないと逆にこう館とか、うん、今までそういった売ることをフォーカスしてた館さんたちがどんどんやっぱりそういう視点を変えていく必要はあって、うん、結構やっぱり、えー、今いろいろ 話をしていく中で、まあ、本当に結構いろんな館さん話していくとうん、うん、やっぱりその店舗をショールーム化していく施策であったりとか店舗を極端な話なんですけどアパレルの店舗でアパレルを置かない形をとって、うん、なんかこう <laughs> 在庫置かないかごめんなさい在庫置かない1、えー、点ずつ置くとかでそれでもう一個一個見ていくだけの場所にするとかやっぱりそこは。 今そういったディベロッパー屋形もかなり四苦八苦しているなという印象は僕もあってそ,、ね、そこはやっぱりらもうまく、えー、使っていくっていうのもやっぱり、えー、けっまあ 数値と数字の話になっちゃうんですけど、やっぱりこう EC 上でもこう店舗を経営して買ったお客様の方が、やっぱり LTV の数値が良かったり、そういう視点もやっぱりあるので、なるほどやっぱりこうウェブだけっていうのはやっぱり違うなと思っていて、ただ,ただ店舗の使い方っていうところは、今後どう定義していくのかっていうところは、今後、ブランドが生き残るすべの一つのフォーカスするべき視点なのかなと、カスタマージャーニーですで売って終わりじゃないからねって感じになるよね。はい うん、軍が飲んでる。いっぱいあります。いや、いろんな話したいんだけどね。はい、一つ、例えば、そう、あの。時間が無限にあるように、朝の四時まで話すんだけど。はい。<laughs> あの。 一一つ一つ面白いんだよその、えー、と例えば CG 試着の件って俺も、ま、KDDI 絡みで仕事してた時にファッションやってたことあるんだよガラケー時代の時ファッション試着とか、はいえー、コーディネートウェブ上のとかって、はい、めちゃめちゃ大変なんだよ <laughs>、はい、でで今も大変なんだと思うんだけど、はい、ここのことを掘り下げるとめちゃめちゃこれもすぐ終わっちゃうしう販売予測の話も SNS の。SN S の コンバージョンをどう導くとどれくらい売れるのかの話って多分すごいロジックの数式組んでるんだその話聞くとまたこれもすぐげえもう終わっちゃうしうんかその在庫ロスのさ話のサステナビリティとかそのねエコロジーの話をしまたそれもすっげえ話長くなりそうだからちょっとずつにしないとちょっと入んねえなと思いながら今日喋ってるんだけどさ。 さっきのオンライン接客の話あのそうそうこれから優秀な販売員の方ってたくさんいるからねこの人たちをどうさ新しい環境下の中で再度幸せなね環境に持ってってあげるかってまさに大事な尺度だからいやでも本当にですよでも本当になんかもったいないというかめちゃくちゃスキル高い方々ってやっぱめちゃくちゃいて。 で僕もよく社内で話すのが、うん、じゃあブランドのブランディングって何って視点をよく議論するんですね。うんうん、でここってやっぱり結局もう今提案力って僕定義をしてるんですけれども、うん、そのブランディングイコール提案力で、うん、なんかやっぱりそのブランド側がどんどん提案をしていかないとダメじゃないかと、うん、なんかこう一方配信で俺らのブランドどうやっていう、うん、そういうあり方じゃ本当に違うなと思って。 どういうい服が似合うっと今見だしなみとってた。っていうやっぱそういう提案をしていくことが、はい、やっぱり重要になるので、うん、そこってやっぱり店舗だったら今まではできていたものを、うん、ウェブ上でどうそれを演出するのかっていうところがやっぱりそのオンライン接客っていうところだったんですけれども、うんうん、でここでやっぱりその、えー、めちゃめちゃやっぱりすごい良い。 お客うん、やってる側も、えー、やられてる側というか、まあ、体験してる方もやっぱりそこで初めてこう情報交換ができたりとかあのちなみにこれって今までこ,うこのブランド買わなかったんですけれども、うん、あのなんで 買わなかかっったんでですかっていいう,う話し合いができる、うん、今まで実は竹館がちょっっと気になってたんですけど、うん、なんかこのブランド結構身長高い方向けのブランドっぽいイメージがあったんですけれどもそれってどうしまうなんかそういうのでちょっとハードルが高かったりとかそういう課題があるんだってなって次に、えー、じゃあ竹缶お直しのサービスを無料でやりますよっていう提案をしたら一気にコンバージョン上がったりとか、うん、っていうなんかそういう今までこう見えてなかったす。勢、うん 改善案っていうのがやっぱりこう、うん、ウェブ上でつながるとでそういうやっぱ接客の優秀な方ってそういう課題を聞き出すのがめちゃくちゃうまかったりするンるのでな,るほどなんかそういった方々がもっとこう、えー、出,出勤とかシフトを組まなくても働ける環境、うん、そしてブランドとして価値になる環境を作ることが、うん アパレルのの根本の解決にどんどんんんなながっていいくんじゃまあその生産の部分はまあ先ほどの CG 化の部分とかいろんな解決案を出してはいるんですけれどもなんかそういった販売面の解題解決っていうところも今後考え直していくべきかなと思ってますねななんちょっと話重複しちゃったんですけど大丈夫、はい、じゃあちょっとさもうグいグい来ちゃったよ今日はい <laughs> ちょっと今後のさちょっとグッドバイブスオンリーの今後の話を少ししていこうかはい <laughs> えと今もう実現できていることもあるけど今後、まあ、どういう予定、はいはい、どういう計画どういうことをやろうとしてるか、はい、みたいな話をちょっと聞こうか。そうですね今ちょうどあの、えー、デザイン画、うん、いわゆるこうしう、まあ、デザイナーさんがデザイン画を作って、うん、今まではそこからこうパターンを引いて、うん、でそこからこうサンプルを作るみたいな流れがあったんですけれども、うんえー、ここも、えー、今デザイン画からその えー、サンプル生産いわゆるこのサンプルのを本物ではなく CG に僕らは定義してるんですけど、うん、ここまでをこう自動化させて、えー、デザイナーさんが使用書を書けばそれが自動で CG サンプルとして上がってくるみたいなところまでを今開発を着手しているという状態ですでここまでできればあとはそのその後の、えー、CG 上のフィッティングっていうのは自動でこうどんどん連携をさせていけるんですけども、うんうん、今大きい課題としてはまあここがそのデザインがいわゆる 2D から 3DCG 化させていく、うんまあ、ここの課題感はあったのでここを今、うん、一生懸命開発をしていくっ,っていう段階でそこから、えーまあ、あとは先ほどの文脈ともちょっと近いんですけれどもあのいわゆるショップ店員の子たちで,、うんえー、でどんどん仕事とかがなくなっていくタイミングにもなってくるので、うん、そういった方々を、えー、本当に100名200名1,000名 っていうその全国の優秀なショップ店員もしくはやりたい方々を、えー、ちゃんとこうプラットフォーム化させて、うんえー、集めてちゃんと新しい仕事の提案をしていくそこをもう本当にこの2つだけを今かなり注力してやっていっている、うん、うん、ですね。で、まあ、ここができれば必然的に僕らが今組んでいる事業モデルは完成する計画にはなっているんですけども。 この 2D から 3D 化で CG サンプルを作るここがまず一番の課題になっていてここができれば本当に生産今まで生産の課題解決っていうところはえほぼほぼ解決ができるはいあとはその受注予測はあとロジックをちゃんとえもうちょっと精度を上げていくことで今我々がやってる程度であればまあ90%ぐらいの在庫消化率なんですけど相当高いと思うよ。 あのいろんなブランドを展開している理由もそこになるんですけれども、まあ、メンズブランドレディースレディースのブランドもいろいろ幅があるじゃないですか、はい、ちょっとギャルっぽい感じもあったり、うん、OL っぽい感じもあったりとかそんないろんなブランドのパターンの SNS の受注のデータを取ってでそこで平均的にも90%ぐらいを今消化できているので、うんまあ、ここの精度をまあ99%まで持っていくみたいなところは、えーまあ、AI とかそういったところを今入れていっているという感じなんですけれども。うん やっぱり一番ハードルが高いのはこの今までのえ言い方悪いですけどかなり古い体制ののを解決するのがやっぱりこう常識を変えていく形になってしまうのでやっぱりこうアパレルって本物ありきみたいな考え方があったりするのでここのこう常識を変えていくっていうところが今ちょっとえ注力している部分でまあただ試験的にいろんな大手のブランドさん導入させていただいているんですけれどもえまあそういったところではまあ企画やデザイナーさんがどんどんなんか やっぱもうこういうふうに変えていかないとだめですよねってこう言っていただける方々っていうのはどんどん増えてきているのでその常識が変わった時に初めてわれわれのサービスっていうのが浸透するタイミングなのかなと思うのでそれをこう来年ぐらいをめどにえあのしっかりとガーッと大手さんまあブランドさんに浸透させていければなっというのが僕がね今後に期待しているのは2つあるんですよ。よ、ねはい 一つは、えーとその、なかなかウェブでのファッションの、はい、えと満足感って、うん、ずっと課題だったのよ、だからちょっと違うサイズ、はい、ちょっと着こち感が違かった、はい、みたいな話があって、はいはい、そこを、えー、とどのサイト代も、どの EC でも、どのウェブでも、グッド・バイブス・オンリーの試着ロジック 着の仕組みがちゃんと入っていてはい、はい、しっかりと納得のいくサイズ感を買うことができる環境づくりっていうのが1個ともう1個はさっきの話の、えーとえー、と自分でブランドを立ち上げたい、うん、またブランドを作りたいチャンスを、うん、今は多分すごい。あと メジャーインフルエンサーみたいな人たちだけに開放していると思うんだけど、うんはい、もう少しそういうチャンスをプラットフォーム的に、うんえっと、いろんな人に、まあ,あくまでも全員じゃないけどある程度のレベル感をクリアしている人だったら、はい、作るチャンスを与えてあげるようなマイクロブランドのプラットフォームにぜひなっていってもらいたいなというのはすごい俺の中ではある。はいあ そうですねやっぱりそこも、うん、あの僕らも前提としてやっぱりブランドがどんどん立ち上げやすくなったからこそ、うん、こういったアパレルのボトルネックの改善をやっていこうっていう文脈も一つと、うん、やっぱりあとは個人のプロデュースっていうところも一番力を入れていて、うん、で会社として初めてやったブランドとかがあるんですけれども、うん、その時僕が今でこそインフルエンサーなんですけど、うん、その。 彼女そのブランドやった彼女と会った時なんでフォロワーで多分2,000人とか普通の子だったんですよ、うん、ただ、うん、本当にブランドをやりたいんですとか、うん、こういうブランドをやりたいこういう提案をしていきたいみたいな,なんかそういう熱い思いで分かったじゃあ、えー、ただどうしても、えー、現実的に今の状態だと売れない、うん、問題は売れるようにどうやってやっていくのかみたいなところで、うん、その彼女の メディアに出していくとか、うんまあ、そういった個人をプロデュースして7か月ぐらいかな7か月ぐらいで10万人ぐらいフォロワー増やしてすごいってい,いうふうに僕らってこうなんかメジャーインフルエンサーを使ったブランドっていうよりもメジャーインフルエンサーにしてブランドをやるっていう文脈が結構あって。だからやっぱりそのためにも 画像のクリエイティブから全部改善をさせていきながらメディアの彼女それアドバイスすするわけねしまうかなり事細かく笑顔の笑ってる感じの角度から全部指示を出していくちょっと右方向ですってそうですそうですでんかやっぱ彼女自身はやっぱりそのえ本当にこの顔で大丈夫ですかみたいな極端な話ですこの顔で大丈夫ですかみたいなこれが一番伸びる。 っってていいうののをずっとデータ化しくでそうするとあの最終的に彼女たちが同じ角度でしか笑顔を作ってないから,からないそ,れそれはそれちょっとおかしいからちょっと改善をしようとか,か,かっていうそういうそのクリエイティブの改善から、うん、メディアへのそもそものこう認知をさせるためのプロデュースからが、うん、本当に2千0 0 0人いた子を15万人ぐらいのフォロワーにして、うん、そこからブランドをやるみたいな。 えー、視点が僕らは結構強いので、うん、なんか出来上がってる子は別にブランドややればいいじゃんって感じなんですけど、そういっためちゃめちゃ熱い思いとか夢を持ってて、でも今じゃ売れないよなっていう子たちをどんだけプロデュースできるのかっていう、うん、そこはそあの僕らのこう強みの人の。あ,あ、そうだったんで、ね、はい、そうですそうです。やりたいんじゃない？洋子とかどう？私はどちらかというとですね、うん、そういう感じでやってる人の服を着てみたい。あ、そっち側なんだ。<え>あ,あ、そうなんですね。ねんなん何でしょう。 僕は好きなんですけど自分でこういうのがあったらいいなっていうのはありつつも、うん、1一から自分1、まあ、からというかから自分で考えるっていうよりもこの人はまたこ,れこういう素敵なものを作ったんだとかあと、まあ、今までもこのブランド好きってなったらやっぱりこういくつかのブランドをこうシーズンごと見ていって、うん、あ今季はここはいいな,みたいな<ー>じゃあちょっとな,みた,なううみたいなのそういう選び方ぐらいもしてで言い方失礼ですけどなんかブランドが育っていくのを一緒に 歩みみたたいいなすごいでもそういう方々が一番僕らと一緒にバンドが合っあのブランドに独つされてるっていうので5つ女性の拝見したんですけどやっぱりあ可愛いなと思うってあの正直実は買って今日着てこようかと思った完全もうの可いいなと思うのソールドアウトなたでだよねってちょっと思いました。やっぱり着たい人の なんかその気持ちとリンクしてるから、はい、皆さんそ,、ね、そのリンクって本当に大事だと思うんですよね。<ー>なんか、本当このめちゃくちゃ貴重な意見で、なんかやっぱそういうまあこういった方々を一人でも多く作っていかないとこうブランドとしてなんか生き残っていけないというか、なんかこう一緒にブランドを作り上げていくみたいな視点は本当にやっぱ重要だなと思ってますね。今、好きなブランドなんだけど、なんかここのちょっとなんか。 タ感がとか、んほんのちょっとこうなんか詰め方がちょっとだけ嫌みたいな、ねはい。ありますよね。このちょちょっと本当ち,ち,ち,ちょっとなんですけどね。なるほど、ねはい。このちょっとがやっぱりこうブランドのそれを直せるか直せないかでブランドとしてのこう価値がかかわってくるというか。でもまさに先ほどおっしゃっていただいたように、あのもしタ感気になるなら、はい、そのブランドさん側でちょっと直せますよとか。うん 言ってくださるとか、うん、まあ、もう、それが次のデザインになるとかっていうと。うん、あ、なんか、やっぱ、分かってくれてるなみたいな,な、こう、より、こう、入り込んでる方はすごく多いんだろうなと思あ、うんうん。今まで、そういう、なんか,言か、言っていただく、言っていただ言えない環境でしたよね。なんか。うん、言いづらかったです、ね。絶対言えないですよね。うん、だから、逆に、僕ら、そういうのを聞きに行くので。うん、なんか、課題ありませんって、めちゃめちゃ聞いていくんですよ。うん なので逆に買わなかった理由って何ですかとか多分そういうふうに多欠感がとかそうそう実はこう私の体型で大丈夫かとかいろ、うん、んな本当に女性の方々とかって、まあ、男性もそうなんですけどコンプレックスとか課題って絶対持ってたりするのでそこをやっぱ一個一個潰してあげるっていうことがブランド価値につながってくるとはまあれなんじゃない 一つのファッションブランドがカスタマージャーニー的な考えです。体つきだったりダイエットまでナビゲーションしていくんじゃん。確かに確かに。こういやそれ以上太っちゃったらうちの服着れないからここで痩せ。確かにそれめっちゃ面白いですね。確かにその人が目指したいスタイルをなんか一緒に作っていくそうもううちのブランドの服は着れなくなっちゃうわそれでもいいのって言われていく感じよ。確かに食事制限から入っていけます。そうそれは多分すごいじゃ ジャーニーっぽいじゃん、面白い。エンゲージメントとしてジャーニーじゃない。はい。あとだから、俺、ミドル世代も真面目に検討してよ。はいはい。ミドル世代ファッションについてもさ。そうですね。頼むよ。ちょっと話しましたもんね。前になった時にお願いしたのよ。あ、そうなん。ミドル世代のファッションもやってほしい。はい、はい、はい。でも、本当に、やっぱりこう、ね、体形も人それぞれ変わってきますし、生き方とかが、結構皆さん、こう。 はっきりされてくるこういうスタイルが自分は好きとかこれが着心地がいいっていうのが本当に明確になってらっしゃるところだと思うのでんかブランドそれぞれのこうあのエッジを立てるっていうのもそうですしそのブランドを対面することでその人用の一ブランドをちょっとずつ細かく作ってくみたいなそういうあり方だとやりたいんだね。 こういう体型の方向けブランドみたいな体型でいかないでいやでも生き方か生き方的にねそういうんかやっぱそういうのはやっぱり共感を得やすいと思うので本当にありいいなと思いますけど多分今は立ち上がりフェーズだからさ えとそういうい女性の、ね、インフルエンサーたちを育てつつ、日本に集約していもうちょっと揃ってきてさ、ね、フェーズが進んでさたくさんの案件ももうあって、えー、何百何ブランドとかがうちから出ていったみたいな話になっていったときにはさ、はいはい、ちょっとミドル世代も、ねはい、やってよとリクエストしてそこはやりたいですね。ね、うんうん 課題感すごい理解してるから俺この世代の服の課題感でもその課題感があってそれをちゃんとアウトプットできれば本当に需要は絶対あるってことになるのでそこはぜひ一緒にやりたいですねだからそれを強く言えるのはさっきのような昔の大バジェット代理 大量、えー、と在庫の世界観だったら怖くて言えないけど、今だとある程度予測立ててもらった上で、うん、その金額感だったら、逆にこっち側からある程度、半分レベニーシェアっていうかな、コストを持ちながらのお互いにリスクを取ってやるみたいな人たちも全然現れてくると思う、はいはい、100枚とか1000枚を目指して、自分の作ったブランドを売っていくみたいな話をセルブランディング、まあ、ほら、セルブランディングとして本を書く人いるけど、セルブランディングとしてファッションブランドを作るみたいな世界観だってあってしかるべきだと、うん そんな世界観をなんかポータルっていうとおじさんっぽいから嫌なんだけどさまざまな人たちがこういうふうに作っていっていますっていうブランドがだって並んでいるポータルサイトが存在しても俺は全然違和感ないんだよあでその人を支援するっていうか,かいい応援する形っていうのを一つの,あのファッションという切り口で作るっていうのは全然あると思って、はい、そうですね、本当にそれは素晴らしいことだと思うのでまあと思ってる思ってます。 今日聞いたけど、全然参考にしないし全然声かけないでしょ。めちゃめちゃそのやっぱレンジはやりたいんですよ。やりたいんですけど、僕がノウハウがなくて、うん、あのなんかわからない部分がやっぱりあったので、ちょっとどうしても得意領域に。なって レディースの20代向けとかっていう領域になっちゃってたのででもいずれはやっぱりそういった領域もやっぱり30代40代50代までやっぱりちゃんと網羅できて初めてこうアパレル DX って言えるかなそうだから来月再来月ちょっとねちょっと今日話さないけどいろいろ会社としての山場をいろいろね落ち着いたらさちょっとそこら辺も買い物呼んでよ本気ですよでもあの夜飲みながらさちょっと作戦会議しようよやりましょうやりましょうやっぱそこもも在庫の部分とか いわゆる1枚から作れる生産背景もしっかりと整えているので極論受注予測に応じた枚数だけを生産できるスキームとかもちゃんと準備をしているのでリスクなく会社と事業モデルのビジネスの話でここまでいったの初めてだよもう終わっちゃいますけどいいよ別にだから少しだからさ野田さんの話もしないといけないと思うんだけどなんでそこまでファッションになってんの人生 もともとファッションなんだけど、全然違います。僕もともとその。本当なんでもやってて、あの広告代理店というか、まあ本当にアプリの開発から。そういったシステムの開発から。結構いろんな領域も、何でもやって、マルチでずっとやっていたので。そうはい、それこそ不動産業界もいたりとか。あ、そうなん。そうです、そうです、そうです。不動産業界もあったり、もういろんな業界。 いました今いたっていうよりかは自分が窓口でいろんなものをやってたなんかこう僕の持論っていうか考え方としてやっぱりんかこう一つのことをんかよく石の上にも3年みたいなことがあると思うんですそれもそれって多分正しいことだと思うんですけどんか自分の考えだと石の上に3年いる必要がないというかちょっとんか言い方難しいですなんかもっといろんなものにこう。 詰ましてそ,、うん、その中で初めてこう良いものが見つかるというかこんだけ世の中や,るや,るやれるものが広がっていく中で一つにフォーカスする方がもったいないんじゃないかという考えがもう10代ぐらいの頃からあってうん、うん、今風じゃないですかそこからなんかい,ろんなこういろんな業界で、えー、やっていく中でこう初めてこうなんだろうな ブランドを作っんかこうなんだろうな、えー、今までそういう広告代理どっちかというとショット型というか案件ベースの動き方をするんですけど、うん、こう仕組みを作っていくっていう視点では、うん、あのブランドを作ったのがアパレル業界が初めてなるほど、ね、でそこで初めてこうアパレルの深いところをこうどんどん見ていった時に、うん、えなんでここ改善されてないんだなんでこんなやり方してんだろう,うん、うん、をなんか当たり前にやってるアパレル経験者たちがいてうん、うん、そこになんか疑問を見つけ けて、あの、深掘りしていくと。深掘りしていた結果、今。こうなった。こうなったって, <laughs> ったって感じで。<ー>だ,かだからファッションをやりたかったとか、<ー>アパレルやりたかったっていうよりも。そこに課題と改善案を見つけたっていうのが、けゴ、うん、ールとしては正しいのかなと思うんですけど。そこからやり始めたのがきっかけですね。なるほど。はい。そうか、結局ファッションなのでもな。そうなんです。<laughs> <laughs> <laughs> でもやっぱこう、入れば入る、まあ、結果多分それが僕、僕の好きなものだったん。 うん、だそこまでだって出資をかけてさ分か、はいうん、れるんだしいろいろ考えてるんだろうと思うからね、うんはい、いろいろこうやった結果多分ここにたどり着いたのは、うん、多分いろんなものをつまみ食いした結果ファッション業界あもうここをどんだけやれるかみたいな自分への挑戦だった気もするんですなるほど、ねはい、じゃあちょっと未来の話をするけどね未来の話をするけどね 十年後。はい。十年後ですか。どうなってた。十年後はおいくつですか。うんね、僕にえっと三十八ですね。十年後。今二十八。二十八です。十年後ですよね。うん、やっぱり。あのー。これちょっとたまたビジネスの。やっぱりこの。アパレルの今までのこのアナログみたいな。考え方と、うん、まあ、別にアナログが悪いと言ってるわけじゃないんですけど。うん、こういったこう今まで。課題があって、それを。 見て見ぬふりして今こういう現状がある、うん、ここを我々がその今やっていることをちゃんと浸透させてそれを当たり前にしておきたいアパレルのなんかこう今までこうみんな本当に見て見ぬふりしてたと思うんですよ絶対に何回も言うね <laughs> ここが本当に僕ずっと思っててみんな思ってそうだねでもそうだと思うよわ、はい、かるよ 思ってるけどやってないみたいな、うん、そこをなんか僕らがやっぱ入れ手こ入れしたところが、うん、ちゃんとこう当たり前になっている世界が10年後広がってれば僕としてはもう本当にもうそれだけで十分かなと思っている、うん、そこをやっぱ目指したいなって思いますね。10年かけてでも20年かけてでもいいんで、まあそれだと遅すぎるんですけど、うん、もう本当はこの最短であのそのアパレルの 当たり前を作っていく、新しい当たり前を作っていくっていうところが10年後、うん、ちゃんとできてれば。なるほど。なんか僕がやった意味があるかなと思うので、そこしか今見てないという感じです。なるほどね。ね、はい、じゃあ、その時、多分、じゃあ、それだとグッドバイブストーンディーをもちろんやってて。はい。どれくらいの大きさの会社になってる?はい。あ、会社の大きさですか。うん、そうですね。会社の大きさ10年後。うん。まあ、でも、本当に。 僕、2024年、5年に IPO を目指していて、4年から5年後か。4年に N マイナス1で、2025年上場みたいな計画、スケジュールを組んでいるので、逆にここで僕らやりきれなかったら、正直負けだと思うんですね、この解決っていう意味では、そこまでまず死ぬもの狂いでやって、会社の まあ規模とかっていうよりかはそうですね結果、売り上げが立ってたら僕らのこのサービスがちゃんと浸透しているっていうことになるかなと思うので会社としてのビジョンとしてはまあ上場できてれば逆にまたそれも浸透しているっていうことになるので本当に今、目の前のことをもう本当に1日目の前これが正しいか分からないですけど今の課題を一個一個潰していくっていう方向で結果うん5年後にどうなってるか。 はもう僕もわからないぐらいの感じでやっていければなって考えてはいますね。うん、なるほど。はい。僕ね。はい。野田さんが作ってプレゼン資料の一番最後の黒背景で野、はい、田さんのメッセージがあったんだけど、それが一人一人が輝いている、はい、そんな社会を作るっていうふうに語っているのがなんかとてもよく響いていて、はい、あのでそれで多分グッドバイブソリー,ーであり。うん We make the world happy <の>だと思うんだけど、結局、今日の話ももちろんビジネスの話だと思うし、ビジョンか、ビジョン的な取り組みって、はい、そういうことなんだと思うんだけど、一番根底にあるのって、うん、一人一人が科学社会の話的な話だよね。はいであの ミッションあのメッセージだと思うけどあのメッセージ、ね、ホームページに書いてある英語のメッセージが、はい、多分一番大事にしていることなんだと思うんだけどうん、うん、それをはすごい大事にしてほしいしし、ね、てい続けてほしいなって思ったんだよねね、うん、あれ見ててそこの,、うん、あの会社の規模とは別軸の話になっちゃうんですけどうん、うん、やっぱりその個人がどれだけ今から活躍できる時代を作っていくのか。うんうん やっぱりこう会社に属する必要性とか今結構定義されてたりするじゃないですかとかあとこう,うんやりたいことをやろうみたいな風潮があったりとかでもなんかやっぱそこもあのそれをやるためにはじゃあ何が必要なのかどういう課題を解決する必要があるかみたいな視点てはやっぱ重要かなと思っていてそこは我々はファッションに特化していっているっていう感じではあるんですけれどもやっぱりそういう。 個人がどれだけ活躍できる時代場所を僕らが提供できるのかが本当に会社としての価値になってくるかなと思うのでさっきのブランドやった子が2000人から15万人に増やしてブランドをやったよっていうこの、えー、座組も結局。今まで絶対,絶対に 他社っていうか普通に生きてたらできなかったことを僕らがやその手をかけることで、えー、やりたかったことを叶ええれる環境ができたっていうところがやっぱりあの重要だなと思っているのでそこはもう引き続きあの個人をフォーカスした会社づくりをしていきたいなっていうのはありますねいい会社になることを祈ってますよありがとうございます <laughs> じゃあまあ最後にね だってそうなっちゃうんうです、ね、時間的には <laughs> すみません、ね、まあこの後話してもいいしさ、はい、1>, <laughs> 1個聞き忘れたことがあったんだけど、はい、なぜ社名はグッドバイブソンリーっていうの、はい、でもここがやっぱりさっきの黒いプレゼンのところの部分になるんですけれども、うん、のあの頭どちらかというとなんかこう、うん、会社のイメージに近いんですけれどもなんかこうこうもっとこう 固く考えずにノリで生きようよみたいな感覚が僕はあったんです、うん、ずっと <laughs> なんかこうやれない理由を探すよりもやってみて考えようよみたいな,なんかそういうカルチャーを作りたくてこうなんか乗り勢いそれだけでゃもちろんだめなんですけどでもまあ一歩踏み出さないことには何も始まらないよねっていうところでやっぱりこうグッドバイブスでそれだけでいいじゃんって、うん、もう最初はそこだけでもちょっと誤解を生みやすい名前でもあるから気をつけないそうですね <laughs> しっかり聞きっこめ、はい、本当に考え込んで出来上がってるものなのを理解できてること。はいはいはい なんかちょっと<の>イグジットのイメージが出てきちゃうからさ、<laughs> <に>バイブスって言われちゃうとさ、<laughs> それ最近よく言われますよね <laughs>、<laughs> <laughs> なんかこう、ノリっぽく生きてる感じがしちゃうので、でもそれ一,で一歩踏み出すのには大事なことだと、うんはい、勢いとかって大事だと思うんで、大<事>なんかさ、やっぱり踏み出さないことには分かんないこともいっぱいあると思うんですね、そこはやっぱ踏み出せる環境を僕らは作っていきたいし、それもう社員の子たちにも、本当に今、やりたいようにやってもらってるので。 はい、そういった環境はもう曲げたくないなっていうのは今思ってますはい OK じゃあ絵も竹名なんだけど、はい、締めるしかないんだよそうです残念ですなんで今日見ていらっしゃる方々とかにね、はい、ちょっとメッセージ最後締めるとしてねメ,て <laughs>、はい、メッセージいただければなと思うんだけどはいどういや全体のメッセージですか、うんうん そうね、こういうううういいいい人探してるとかよ、うん、好きにどうぞでもやっぱその、まあ、今後、まあバレルに限らずなんですけれども、うん、なんかやっぱそういう DX 化ってどん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 やっぱ進行していくとは思うので、うん、なんかやっぱそこであのこう、まあ、ファッション、まあ、僕らはファッションなんですけれどもこのファッションをこう解決本当になんか目先の売り上げ利益っていうよりもなんか本当に根本を解決したいっていうところもあって、うん、あの本当に今。 会社としては本当に人が今足りてない状態ではあるのでどんどん採用を進めてるんですけれどもなんかこうもっとこうアパレルの DX とかアパレルの今まで本当に僕もそう思ってたみたいな今日の話をもし聞いていただいてなんかその中であのなんかあ僕もこのファッション業界なんか変えたいっていうちょっとでもなんかそういう気持ちがあればもういつでもメッセージ頂い,いてぜひ一緒になんか仕事事事業できればなと思うのでなんか いつでも気軽にご連絡いただければ。オッケー。はい。よろしくお願いいたします。ーー楽しみにしてます。はい、じゃあ、今日は締めますかね。そうです、ね。はい。えっ、ー、と、今日、ありがとうね。あ、とんでもないです。うん、まあ、今日、は朝の4時まで話し合おうかしら、ね。はい、<laughs> はい、じゃあ、今日のゲストは、株式会社グッドバイブスオンリーの。野田代表に来てみていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。